チャンネル木曜日です総チェックはい木曜日総チェックということでねえ、まあ、今回セ・リーグがね、えー、前回の、ね、予告通りに、えー、月火水と3連戦だったので、えー、今日、えー、木曜日に総チェックおりし,したいと思います今日セ・リーグのみですいやセリ・リーグやっぱセ・パで総チェック分けたら倍違うんだけどどういうことですか やっぱりセリーグファンの皆さんが多いんですかねパリーグとセリーグほぼ倍再生回数が違います。皆さん。セリーグファンの皆さんもパリーグを総チェック見てください。楽しんでね。面白いです。野球、セパあるでしょ。楽しんでいきましょう。ね。さあ、ということでね、えー、金曜日。ね。金曜日じゃない。木曜日だ。はい。ということで、えー、お送りしましょう。まずは、 広島大阪神。十18日は、雨天中止。ね。開始5分前ぐらいに中止っていうね。十19日、0対3で阪神。二20日、五5対3で広島。一1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけれども。十19日、0対3で阪神ということで、広島先発、トコだね。8回1 1九、七7アンダー 53C、2 9 3振と。まあ、試合はね、しっかり作ったんだけども、ちょっとフォームのバランスが気になるんだよね。佐々木的にはずっと見てるからね。なんかちょっと、上と下の、 がなんか合ってないっていうかなんか下半身がなんか緩いっていうかなんかグッっていうなんかこう踏み出し感ツっていう力強さっていうのが若干なくて なんか上半身は頑張ってんなっていう感じするけども、ちょっと上と下とのなんかバランスが合ってないような。まあその中でもね、3失点でしっかりまとめるっていうところはいいんだけども、なんか気になる。このフォームっていうところはね。で、半身先発ビルカーソンで。5回3分の2、76球、5アンダー7三振、無四球、1デッドボール無失点と。まあこちらはね、腕をしっかり触れて、あの、球非常にね、強かった。その中で動かしていって。しかしね、結構甘め。 いくんだよねそ多かったったていうのがちょっと気になる。抑えてるから、まあいいんだけどね。でも若干甘めが多いから、これたまに勢いなかったら、ちょっと打たれるんじゃないのかっていう、もうちょっと低めとか、もうちょっと請求とか、ちょっと気にした方が、調子のいい悪いでね、これ久しぶり勝利っていうところで、調子のいい悪いで結構勝ち負けになっちゃうんじゃないのかなっていうのが。ね、勝ったけど気になるっていうね。ということで、阪神ね、2回ね、ツーアウトから、えー、北条フォアボール。で、ようかライト前ヒット。で、ここでね、梅野がライト前先制タイムリー。ぎゅって 海路線で点取る。しかもツーアウドから大きいよね。でも俺はいつも気になる。パリーグ出身だから。次、ピッチャーなのに、確かに1、3塁。ね。あのー、別に空いてるわけじゃない。でも次、ピッチャーなのに、軽減して満塁で、ウィルカーソン勝負でいいんじゃないのところはそんな簡単に、ね、宝条フォアボール出したけども、そんな出しますかっていうね、ところは俺いつももえ、さすがにピッチャーよりキャッチャーのコツでしょっていうね、ところで。 こういったところいつも気になるけど、梅野はナイスバッティング。で、3回、中野センター、中野がライト前。で、ここでね、熊谷、バスタインドラン。グッしかもそれでファーストランナー中野が、ね、レフト前なのに3塁狙ってヘッドスライディングでいいタイミングでセーフ。グぐーリーナイス判断。で、そして、近本のね、ボテボテのピッチャーゴール。若干ファースト寄りだったけども、それもね、そし一瞬の、別にギャンブルスタートでもなかったよ。一瞬の判断で、ね、突っ込んできてね、ホーム、セーフ。中野、ナイス判断。これ中野の判断でね、 一点取ったっていうね、この三回の一点。で、六回。で、欲しいところで、宝城はね、ツーアウトに行から、レフトへね、タイムリーツーベース、ね、三塁線抜けていしたこの欲しいところで、この下位打線頑張ったね。あとは中野の走塁っていうところは非常に頑張ったかなと。で、広島はね、全体的に、2回、5回、6回、8回、ね、先頭出るも得点に結びつかずっていうところが痛かったね。だからそこで、 え、二回もね、え、先頭坂倉デッドボールで、超のレフト前、ノーアウト一塁から、えー、小園アウト。で、アイザは三振で、トコダがね、三振っていうね。え、んで、えー、五回も、えー、アイザヒットで出て、ね、徳トコダこれバンド失敗。この梅野の判断とスピード。ナイス。ね。でも、まあ、トコダバンド上手いんだけどね。まあ、ここはちょっとね、梅野の出だしが良かったかなっていうね、いいプレー で、えー、得点できず。で、6回にも先頭ね、菊池出るけども、秋山マクブルーム、で、坂倉がね、えー、連打鉄。えー、そして、えー、8回も先頭ね、えー、松山が、えー、ピッチャー弱さから先端まで出るんだけども、野間がね、ダブルプレーで、菊池アウトっていうところで、まあ、得点に結びつけず、まあ、敗だね。カープとしては。で、20日、5対3で、えー、カープの逆転勝ちっていうところでね、えー、こちら3次元中継でね、 え、見てましたけども、半神ね、出だし、本当にね、初回、えー、ツーアウトからね、近本フォアボールで誘ってるかね、レフトへヒット、で、大山タイムリー、で、糸原タイムリーでね、こう、2アウトから2点取るって、非常にいい出だし、昨日から流れを組むね、いい出だしの中で、で、まあね、その1回の裏に、えー、広島もね、え、ーマライト前、で、菊池ライト前、ノーアウト1、3塁を作って、ここで、秋山が、 ダブルプレイの間に1点っていう、このダブルプレイで抑えるっていうね。だからあの、阪神先発2子ね。6回77球、六安ンド43無四球2失点と、えー、いうところでね。このしっかり初回ね、ピンチ作るけど、ダブルプレイで1点に抑えたっていうところでは非常に良かったね。で、コースもしっかりついて、えー、いい形の、えー、制球力。非常に抜群のピッチング。えー 勝ちはつかなかったけどね。勝、え、ち、ー、に等しい、えー、ピッチングだったと思います。広島先発ね、アンダーソン。5回103球、6アンド53、2 9三振って言うと、まあ、これね、序盤の失点が痛かったね。で、2回にも2アウトからね、中野先輩は、ほんで、柴田がね、ライトでタイムリー2ベースで1点っていうところでね、まあ、ここも中野はね、よく走ったっていうね。このパパパーンって言いかれ、しかも2アウトからだからね、若干もったいない。でもその後ね、あの、3回、4回、5回。 六回と、六回、5回まで、もう完璧に抑さえて、その後ね、追加点をやらなかったっていうところが、終盤のね、逆電撃に来るんだけど、問題はね、この7回裏よ。 先頭ね、坂倉が、レフト前ヒットを打って、ここでね、西からピッチャー渡辺。だから、こっからね、野監督も、ね、しっかりもう、ワンアウトワンアウトできっちり取っていこうということで、ピッチャー変えてくるんで、渡辺、松山をね、ショートフラインに取って、で、ここで浜チに変えてね、もういい、石橋を叩いて渡るんじゃないけど、ただね、え、野がサードで悩んだで、1、2塁になって、小園はね、ライト前ヒットをここで悟ってる。こいつで、1点入って。んで、ンアウト1塁。まあ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 、ね、これでまあ、 まだ1点だからね。3対2。まだ1点勝ってる。っていうところで次ね、えー、磯村はセンターフライ。まあ、ライナー気味のね、しかも走っていって、普通に取れてたのに、ラッキューバッと。痛い、これは。で、ワンアウト満塁になって、初期のね、セカンドゴロの間に、まあ、ダブルプレー崩れたね。でもあれ、よく取ったよ。まあ、あれダブルプレーはね、無理よ。さすがに。止めただけでも、ね、一つアウト取っただけでも、素晴らしかった。セカンドね、小畑ね。そういったところもね、大事だった。 で、でもその間にってると同点。で、ツアウト1、レ0から、こっからね、ノーマ、菊池、ノーマがしぶときラウト前行って勝ち越し、で、菊池がドンズバリでライトの、まあもうこれはもう流れだね。完全にヒットを打って、で、その後ね、8回森浦、で、えー、9回ね、栗、えー、林と、えー、しっかりね、ランナー出すけども、えー、抑えて、えー、勝ち切るっていう終盤の逆転劇ね。えー、その中でね、やっぱこの矢蓋、ヤブあの、7回表をね、しっかり、 一番回るところをね、三人で抑えたっていうところもね、この流れに若干貢献したかなっていうね。でもやっぱり近本のラッキーがね、痛かったね。でも逆にね、広島最後ね、野巻口のね、パンパンパンって方でね、連打で勝ち越して、さらに1点取るっていうところは非常にね、集中だ。素晴らしかったと思います。結果ね、5対3で広島の勝利。ね、1勝1敗のゴ分でした。 続いて中日対 DNA。18日1対2で DNA。19日3対2で中2日。20日4対6で DNA。DNA の2勝1敗で勝ち越しいっていうね、ところになりましたけども。18日ね、1対2で DNA。中日先発ね、高橋。7回112球、3安打、12三振、2四球2失点と。4回以降、無安打、ノーヒットということで。まあ、サロンのね、一発に沈んだけども、投球自体は完璧。 グッピッチング。ね。これは仕方ない。高橋のせいじゃない。打線です。ね。ストレートも力強く。そのストレートカックとあるんだよね。で、そこの同じ軌道からのスプリットを落とすっていうところでね。非常にバッターとしてはね、球速も153、五十三4。出ながらも低めに落としてくるからね。なかなか、えー、対応しづらいんじゃないかなっていうところでね。非常に素晴らしいピッチング。で、DNA はね、先発のメロン。5回3分の2、95球、5アンダー、3、えー、3、4、2四球、1デッドボール、1失点とこちらはね、ま、えー、っすぐチェンジアップ、えー、カット、スライダー、ツーシームと。まあ どんどんストライクにね、投げ込んでいき、ボール豪華し、持ち味、まあ出すっていうところでね、まあ3回思ってね、攻撃でね、DNA をロメロをね、方向をレフト前に打って、で、ここでね、エビナ三振、で、クワーラ三振でね、まあここ、また終わりかと思ったらね、佐野が初球のね、インコースストレートをね、 引っ張るっていうね。まあ、この2点、虎のこの2点でね、まあ、勝ったんだけど、中日はね、初回、大島のフォアボール。で、岡林がね、センター2ベース。で、後藤デッドボールで、ビシエドがライトへ犠牲フライ。で、その後ね、若松キャッチャーファールフライの水脇ショートゴだから初回ね、この1点止まりっていうところがね、中日的には言いたかった。ね。 若松もね、ワンアウト二三塁、その、犠牲フライでね、進塁してるにもかかわらずね、あそこでもう一点取ったらね、状況は大きく変わったかなっていうね。で、この日ね、あの、谷本がね、えー、104人目の500試合当番谷本、とッピッチ、頑張ったね。で、DNA はね、その後、ロメロからね、えー、平田、エスコバ、伊勢、山崎と、えー、ノーヒットで抑えて、グッドリリーフ、ね、しっかり逃げ切ったかな、とね。で、まあ、中日はね、もう一回とあと六回、 6回もワンアウトからね、三つまでフォアボール。で、水脇がレフト前ヒット。これの1、2塁から、まあ土田アウト。で、代打平田アウト。まあこれ1回と6回しかチャンスなかったからね。まあほぼもう完敗だね。ピッチャーにやられた後、三ムの一本ね。高橋は本当に頑張った。ピッチングでした。で、19日、3対2で中日っていうところで、中日はね、初回、ワンチャンスをものにするっていうところでね、大島センター前。で、岡林がバント。で、平田フォアボール。で、ビシエドがここね、レフトへスリーランホームラン。くって、もうこれで逃げ切るっていうね。 今度はもう逆のパターンだね。昨日とね。石田がね、これちょっとビシエットと対戦成績が悪いっていうところでね、まあそこを仕留められた。DNA はね、チャンスが多かったんだけども、もう一本っていうところでね、常に出ず、もう2点止まりっていうところでね、まあ二回表ね、ワンアウトから宮崎がヒット。で、山とかね、ライトでタイムリーツーベース打って、ワンアウト2塁からミネイネ、チノっていうところがここもう一本出ずっていうね。で、3回もツーアウトからね、桑原ヒット。で、佐野ヒット。で、外がね、ライトにタイムリーヒット打って、ツーアウト1、3塁から宮崎がもう一本出ずっていうね。 ここもう一本で、6回にも佐野がね、ライト前、外、センター前で、で、ノーアウト1、塁から、ここでね、ピッチャーね、ソブエにチェンジ。そしたら宮崎三振山戸レフトフライ。で、南サードゴロと、完璧に抑えられて、ソブエ。ピッチン。でもここのね、この6回1点、欲しかったね。で、中日じゃね、先発小笠原。5回82球、アンで9三振、3、無四球2失点と、まあ、そこからね、ソブエ、そして藤島、清水、ライデル・マルティネスと、非常にね、 っていうね、ちょっと小笠さんはね、まぁ、あ、ちょっとバタバタしたかなっていうね、ところはあるけども、なんかいい球とね、打たれる球っていうとはっきりしたけども、これ無四球っていうところがね、聞いたね。で、DNA はね、先発石田、5回95球、4安打3三振、3四球、3四って言うと、まあ本当にビシエード一発だけっていうところでね、その他よく頑張ったけども、まぁ、あ、ちょっと脱線がね。まあだからこの18日と19日はね、お互い様っていうね、試合でってね。 中日はね、あの、木下が1回と4回に盗塁阻止。こういったところも大きかった。その盗塁でね、チャンスを潰すっていうね、ところをね、しっかりね、刈り取るだから。木下は前回からも含めて、スローイングはめちゃくちゃ状態いいからね。そういったところではね、これ相手のチャンスを広げない。グッドストーリー。ね、トッー、スローイングでした。 で、20日の試合、4対6で DNA というところでね。ま、あこの試合もね、もう一発に沈むっていうところなんだけども、あの、中日先発ね、笠原。五回79球並んだ、だ二三3二29、一デッドボール4失点と、ね、もうこの2回に、えー、先頭山とかライトまで出て、で、緑にね、あの、スクリュー高めに浮いたところを、パン、パンってバッテリーられて、ツーランホームラン、ミレングッてで、5回もね、先頭小アラ出て、サロにね、カットボール高めの真ん中浮いたところ、パンって、黒く,るくる踏まれて、えー、ツーラン。で、7回に、今度ね、エミナ。 ね、ピッチャー、フグに変わって、ど真ん中高め、レフトでパンチって、甘い、全部。しかもそれ一発で仕留められてね、逆にね、えー、ミネイんのね、エビナ、グッバっていうそれを一発で仕留めるっていうところがね、大事だからね。まあこれ 5, 5点ってなってきつかったね。だからその7回裏にもね、あの、木下が、えー大、大抜きのね、チェンジアップ、スプリット、若干インコース行くめに陥っていったところをね、うまくすくい上げてね、レフトへ、ツーランを打つけども、 若干時すでに遅したね。まあ、結果ね、9回の裏に、中日もね、山崎から、えー、福田がね、レフトポール直撃の超特大ホームランを打って、で、その後森のエラー、森パーッとこういうところでエラーした。危ないよ。で、あの、ツーアウトからね、大島ヒット、小林ヒットでツーアウト1時最後ね、山下がレフトフライになってアウトになるけど、もう森ちゃんとやっとかないと、これ逆転されたら逆だからね。でもその中でね、え良、ー、かったのが、やっぱそのね、9回表に、えー、しっかりね、え佐野がまたセンターでタイムリー、この1点がね、 非常に、えー、大きかったかなと思います。でも前半ね、初回もね、大島ランナー出すけども、ミネがね、きっちり盗塁刺したりとか、えー、っていうところで、やっぱそうね、やっぱこの、前日とそうだけど、やっぱ盗塁をね、されないでしっかり刺していくっていうところではね、非常に相手の攻撃を、えー、積んだかなと。 で、えぇ、ー、DNA ね、先発を追う時ね、六回三分の二百0 0球、7安打83し、無地球二地点とね、しっかり、えぇ、ー、持ち前のね、いい形のストレート、ホークっていうところがね、しっかり投げ切れて、まあホームランね、打たれたけども、いい形のね、試合を作る素晴らしいピッチングで、だったと思います。えぇ、ー、ということで、えぇ、ー、結果ね、二勝一敗で DNA の勝ち越しでした。えぇ、ー、続いて、ヤクルト大巨人。七月十八日、八対十で巨人。十9日、五対三でヤクルト。二十日、八対二でヤクルト。 ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、18日ね、8対10で巨人っていうところで、巨人はね、なんと、えー、この試合、初回に4試合連続、非満塁ホームラン。これは、NPB、史上初でございます。ね。しかも、ツーアウトからだからね。あの、しかも、菅野がよ、大田センター前。で、村上、ね、これ粘って最後アウトローね、バシーって、スライカーボールかなっていうところをね、しっかり見極めてフォアボール。で、サンタのフォアボールで、オスナがね、 ライトへ、先生の、満、え、塁、ー、ホームラン。しかもその後ね、えー、西田、竹岡、石川もヒット打って、また2アウト満塁で、2、1イディング、2回満塁ホームランを打たれかけるっていうね、菅野どうしたっていうね。で、菅野はね、6回123球、10アンド53429、7失点と、若干綺麗がないのかな。でもこれでね、見てたら、あら、これヤクルト勝ったなと。連敗、脱出だなと。っていうところで、2回表にね、 えー、2アウトから、えー、中田、ポランコのね、2者連続ホームラン、ね、こっちも、石川、どしたっていうね、ちょっと切れなかったのかな、全体的にね、石川、4回74球、9アンダー1三振、7失点と、こちらもね、乱打戦。で、3回表にね、北村、ツーベース打って、で、丸がね、タイムリー。で、その後、ウォーカータイムリー。で、中田がまたね、レフトスタンドへね、ツーランホームランで、6対4、逆転。いや、このまま行くんか、っていうところでね、3回裏にサンダルがまだホームラン打って、あれどうなんねや、 で、4回ね、北村タイムリー。もう5回、サンタナがまたホームラン。ね。で、6回、もうこれ何言ってんだっていうね、丸タイムリー。で、7回、本山はね、ライトスタンドへホームラン。で、西田がね、同点タイムリーっていうところで、で、最後ね、9回、丸がね、ライトスタンドへツーランホームランで、まあこれ勝負あったっていうところだけども、もう解説しようがないね。まあその中でね、やっぱこの試合ね、良かったところ言っていこう。もう打ったのはね、もう良かった。その中で、まあ、 一発含みなんだけども、巨人はね、この4回と6回のこの1点、ね、2アウ,、えーえー、アウトから吉川が出て、盗塁、で、北村のタイムリー、6回もワンアウトから吉川が出て盗塁、で、北村アウトになるけども、丸のタイムリーっていうところで、この吉川の出、ね、塁、そして盗塁で得点を取っていくっていうね、この非常にいい流れの中、最後ね、2点勝ち越したっていうところもあるんで、この吉川の盗塁、グストール非常にね 効果的な。なんか大雑把だからね、ホームランとかだけがね、ちょ目立つ試合になるけども、そういったところでも、こういったね、類出て、ほね、あの、盗塁で書き回してやっていくっていうところでは、この吉川のね、この4回6回に2つの盗塁からの1点ずつっていうのは、非常に大きな点、えー、の取り方だったと思います。で、ヤクルトはね、7回、効果のね、守備妨害。まあでも、最後ね、この坂口のね、セカンドゴロをね、こう守備妨害になるけども、もうあれはね、仕方ない。 あの、どうせ止まっててもアウトでチェンジになるから、まあ、小川としては、先ね、防御より先出て行くことを言って、吉川の前に出てっていうところをね、かけたんだけども、まあ、それ出て当たった、当たったけど、あれは仕方ないよ。あれどうせ止まってってもアウトだからね、もう行くしかない。そういったところでね、まあ、あれは仕方ないと。あとね、日軍でも調子よくて、あの、トレードに出した方がいい選手っていうところでね、 上げた、えー、西田がね、この日も4打数2安打1打点と、いい形でね、1軍に来てもいくつっていうところでは、まあ、こう、コロナになったらね、やっぱ必要かなっていうところはあるけども、通常だとまた使われなくなるんだから、そういったところでね、この西田のトレードっていうのは真剣にね、どっか、他の11球団 欲しいところあったら手を挙げた方がいいんじゃないのかなっていうところはね。あとはちょっとファーストとか守りすぎてるからちょっとキャッチャーの守備そんなやってないと思うんだよ。2軍でこの1軍のやつ見てたけどもね。そこら辺もうちょっとね、ちゃんと練習をさせた方がキャッチャーとしてゃるんだったら俺はね、いいと思う。でもバッティングはね、非常にグッドバッティング。 十口、えー、5対3でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発大沢ね、6回84球5アンダー、えー、7三振、3四球、1デッドボール無失点と、まあ勝ち投手っていうところになったけども、まっすぐスライダーフォークね、えー、インコースとアウトコースにしっかりコースにしっかり投げれて、低めにもしっかり丁寧な投球。そして右バッターにもインコースのストレートしっかり使っているっていうところでは、非常にね、面白い。しかも低めにしっかり丁寧に投げてたからね、そういったところで良さがね、出たかなと。 巨人先発徒歩ね、5回3分の2、97球、7で5三振、4四球、5失点と、まあ、そんなに言うほど悪くは見えなかったんだけど、これね、フォアボールからの失点っていうところがあるところが、やっぱり痛い。ね。まあ、その中でね、えー、2回の裏に、えー、村上がライト前、で、サンタのフォアボール、このフォアボールをきっかけとして、オスナね、がタイムリー。で、竹岡がね、この、セカンドゴロ間に1点、こノーアウトに3塁から、ここもね、あの、やっぱり内野後ろ下がっているから、竹岡としては、最低限ね、 最低限ゴールを打つっていうところでは非常にね、あの、セカンドゴロ良かった。しかも2、3塁だから3塁ランナーもホームに返して、セカンドランナーもサーブにするって、まあもちろんヒットが一番いいんだけども、その中でしっかりセカンドゴロっていうのを打って、最低限打点曲げて、進塁させてもう1点取りに行くっていうね、あれはね、素晴らしいバッティングだった。で、その後ね、他の時、あのスクイーズ外されちゃってね、 外すってことはサインバレてんじゃないのっていうところあるけどね。外されちゃって、まあ、追加点取れなかったんだけども、竹岡のね、バッティングとしては素晴らしかった。ヤクルトはね、この試合、あの、下位打線から得点するっていうね、非常にグッと。 っていうね、ところだったんだけども、まあ、2回にその2点取って、で、5回にもね、えー、1アウトから7番竹岡がセンターにね、3ベース。で、8番小川がね、ライトへタイムリーツーベース打って1点っていうね。6回にも、大田村上、えー、っていうね、クリーンナップがチャンスを作って、2アウト1、2からオスナがフォアボール。で、2アウト満塁から竹岡がね、えー、フルベースになってからセカンドへのね、タイムリー内安打っていうところでね、えー、5点目を取るっていうね、この下位打線もしっかり機能してるっていうところでは、非常にね、大きかったかなと。 で、こう、6回のね、竹岡ねタイムよりも、やっぱスイングが早いし、この左肩がね、開かないんだよね。開かなくて、スイングパーンって出てくるから、非常に、若干ツイスト入ってんのかな。非常にいいバッティング。しかもこのね、6回の2点っていうところがね、こう、セカンド内野だね。吉川もよく止めたけどねで。そこでね、もう一個素晴らしかったのが、セカンドランナー村上、よく走ってホームに帰ってきた。ナイスソーリー。やっぱこういったところがね、 まあ、この、今日20日の試合の巨人もそうだけども、この走塁意識がチーム全体であるかないかっていうところが、結局ちょっとずつの進み方でね、変わってくると思うんで、この村上のこのセカンドゴロのホームヘッドスライディングで帰ってきたっていうね、あの全力、最初から全力疾走のホームまで来るっていうね、走塁、非常に素晴らしかった。もちろん竹岡のね、猛打賞っていうところもね、非常に素晴らしかったけども、そういったところもね、主力がちゃんとやるっていうね、いい形だね。で、そのね、竹岡、守備でもね、 えー、5回表、北村のね、463ダブルプレイっていうところからダイビングで取ってね、グラブトスしてダブルプレイっていうね、相手のチャンスを広げないっていうね、攻守にわたって、竹岡、グッカルとピックグー。ね、非常に、えー、素晴らしかったと思います。で、巨人もね、えー、7回に1点、で、8回にね、あの、中田のホームランで、大川のホームランでね、つ、えー、いて5対3まで行くけども、 最終回、今回はね、マグハフがきっちり3人で押しとって、まあちょっと攻撃がね、時すでに遅しいっていうところはあったけども、まあ攻撃としてはやっぱり2回、3回、4回、7回っていうところで、ね、しっかり得点できたのか言い痛かった。2回もね、2アウトからだけど、なかなかね、2ーベース打ってウォーカーフォアボールで、この岸田がね、えー、三振で、えー 点を奪えず。で、3回もね、ワンアウト1、塁から丸岡本がね、えー、連打でずっていうね。で、4回も、えー、中田ヒット、ウォーカーがね、デッドボール。で、岸田センター前ヒットで、ワ、え、ン、ー、アウト満塁からね、戸郷が4、6、3、ダブルプレイっていうところでね、1点取れず。この2、3、4でこれ1点でも取ってたらね、大きく状況変わってたところで、やっぱもう1本出ないっていうところがね、 痛かったね。あとはね、この7回にダイド、大道後ろのね、サードゴロの間に三リランナーね、しゲノホームインしてね、まあこうコールのワイルドピッチとかね、いろいろあったけども、そこ1点取って、で、その後ね、吉川フォアボール、北村フォアボール、丸フォアボールとね、3者連続フォアボールで、コールがピンチを作って、ワンアウト満塁からね、ピッチャーコンが出てきて、ね、岡本ポランコを抑えるっていうね、今ングッドリリーフ。でもた。 巨人はここでポンポンとクリーンナップがね、打てないのがきついよね。だからこう考えたら、このね、19日の試合も巨人がね、勝っててもおかしくなかった流れだけど、そこでもう一本出ないっていうところでは非常にね、えー、痛い反省になったかなと。逆にヤクルトはね、まあ、苦労して苦労してコロナでね、連敗してる中、えー、監督代、この松本監督ね、初勝利ということで。 ていうね、勝利っていうね、しっかり勝ち切れたかなっていうね。で、恥ずかしが8対2でね、えー、ヤクルトの勝ちっていうところで、この日ね、日刊スポーツの評論書いてますけども、まあもうね、すべては、判断が良かったか悪かったかの違いがね、大きく出た。ね、この試合ね、巨人は4回思ってね、マ、え、ル、ー、丸フォアボール、岡本サードゴール、ウォーカーフォアボールで、で、ワンナウト1、塁からね、えー、中田アウトになるけども、重信はね、レフト前タイムリーヒット打つんだけども、ここで、 ここでよ。ね。初球ストレート見逃し。2球目インコースストレートファール。3球目もインコースストレートファール。このね、重信はもう引っ張りにかかってないんだよ。もう反対方向。もうだいぶ意識。もう引っ張りにかかってないところで、チェンジアップをど真ん中に投げて、レフトへタイムリー打たれて、これ2点取るんだけども、ここでね、キャッチャーは別にもうね、リードが悪いとかどうかじゃなくて、 引っ張りにかかってないんだから、もっと行ってもよかったよね。だからもう、行ったから最後落とすみたいなね。もうその、状況見ないで、もうこう来たからこうみたいなね。こうなんか、定説で行きますよみたいな。スタンダードで行きますよ。順番で行きますよとかじゃなくて、あれはもっとね、まっすぐ続けてもよかったね。もしくは、うち行くん嫌だったら、外とまっすぐでもよかったし。で、逆にね、変化球行くんだったら、もっとね、低く低くとかやったり、もっと低く構えたりして、 この、ストライクからボールになる。もしくはワンパンでもいいからボールになる球を要求しなきゃいけなかったけど、ジェスチャーもないしね。で、ピッチャー高橋圭事も、それ見たらわかるやろっていうね、その反対方向、この反対方向狙ってる。そうなった時に、あれをストライクゾーンに投げちゃダメよ。ボールに投げないと。そういったところのね、この、投げる前のことをもうちょっとちゃんとやらなきゃいけないなって、この時は感じてね。で、えー4回の裏にね、 すぐ、竹岡ね、レフト前。で、内川がライト前コツン立ててね。で、村上がライトでタイムリー打って、で、サンタナのね、えー、ダブルプレイの間に、えー、1点取るんだけども、まあ、ここでも俺はね、ノー、ノーハウト1、3でね。三塁ランナー、内川。ファーストランナー、村上ね。で、巨人の守備体系は、ダブルプレイ、体制ね。ってなった時によ、 サンタナは強い打球のサードゴロ飛んできた。で、ここでさ、岡本はね、もうダブルプレイ取ろうとした体勢で取ってるから、あれから取ってホームは無理なんだけど、その球の速さ見たらもうそれをホームって最初から判断できんかなっていう。で、内川はもう,もう岡本見ながら走ってたからね、完全にホーム投げたら100%アウトなんだよ。そうなったら、 ね、ツバーアウトにはなんなかったけど、ワンアウト一、二塁で同点にされることなく、その後の、まあ、オスナっていうところね、まあ、これ、打たれるかもわかんないけども、ね、そこ、同点、球速いから俺はホームでよかったんじゃないのかなっていうね、もう最初から全部ダブルプレイって決めるんじゃなくて、その打球の速さとかで臨機応変にホームっていうところを取って、1点で、ね、同点にしないっていう判断も、俺は欲しかったなって思うね。で、その後ね、巨人で言うとね、これ問題、5回表よ。 問題のねメルセデスが三塁線抜けるヒットなんだけどセカンド行かれへんかっていうまあ俺も足押そうとかったからねそんな偉そうなこと言われへんけどもセカンド行けないかっていうあの打球で、ね、でまずそれファースト止まりねで吉川がライト前ヒット打ちましたまあこれで三塁はまあ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 無理だねで一塁で北村がね送りバンド失敗バーッときっちり送らなきゃこれはまずね で、こう、遅れなくて。で、丸がね、センターフライ。いや、あんな深いセンターフライなのに、なんでメルセースタッチアップしないんやっていうね、えー、ところ。意識の低さね。で、次、岡本がね、レフト前ヒット打ちました。メルセース。本木さんが、回してんの見てから、そのもう黒土、三塁の黒土入るかどうかぐらいから、いきなり全力で走り出して、 ホーム立っちゃうとお前打った瞬間から全力で走れよっていうそしたらセーフだったよっていうねそう考えたら本木さんもね全力で走ってないんだったら止めてもよかったかなっていうところはあるけども。 で、全力で走ってないで。いきなり回してんの見て全力で走り出した。うちか、ちょっともう肩が弱いね。でもそれをね、弱いから、村上が好判断で取ってホームへ中継。レフト前ヒットでサードが中継してホームで会うことなかなかないからね。で、まあそれもね、村上も完璧な送球して間一発アウトっていうね、このメルセデスのタイマン走塁。こういったところ、ちょっとずつのところが結局勝ちきれなくなったりとかして、勝負どころで、 こう、負けんだよね。で、それと対照的に、5回裏ね、2アウトからだけど、高橋刑事ね、高橋、あの、叩きつけて、サード、内安田全力疾走。グッと。で、その後ね、山崎がライト前ヒット、これ3ボール2スライクから走ってて、そのままね、しっかり3塁まで行くっていうね。まあ、その後ね、ちょっと足が釣っちゃったけどもね、それはもう、いろんな対策しなきゃ、そんな簡単に釣っちゃダメよ、高橋刑事。ね。走ったから釣りましたって、それ野球選手じゃないからね。 そういった意味ではね、ちゃんとしなきゃいけないけども、こうやってね、ピッチャーでも全力疾走を役ぶたしてんだよ。結局そうしたらね、勝ちに繋がっていくっていうところをね、このなんか温度差の差っていうかね、気持ちの差っていうところが、試合にね、結びついていくよね。で、6回の裏ね、ピッチャーはメルセデスから桑原に代わって、先頭並木ね、ライトにスリーベース打つんだけども、ここでね、ライトの重信ね、確かに見てる方としたらダイビングリッテうは惜しかったなーって済むかもしんない。でもこれはバッとね、ノは、これがね、 もう1点差勝負終盤、ランナー3塁、ランナー2塁いる、もうね、バッターランナー関係ないと、もうこれを取れるかどうかで今日の試合決まるっていうね、こう言ってもやれないもうギャンブルや、チャレンジちって取れなかったんだったら、それはもう仕方ない。それ勝負で言っただけだからね。でもここはノーアウト、ね、別にヒットでいいやん。 そんなギャンブルすることじゃないよ。正面とかだったらね、こう飛びつきながら体で止めるとかできるけど、若干斜めだからね。あれ普通に諦めててもセカンド行かれることはなかったけど、飛びついてスリーベースバーッとこの判断のまずさで、三塁行って村上フォアボールになって、サンタナがね、センター前タイムリーヒット。ね。で、えー、ランナー一三塁になって、これでもね、きっちりファーストランナー村上が三塁まで行ってるわけよ。ね。で、オスナがね、セカンドゴロの間にもう一点取ってね。 これで2点取るっていうね、もう勝ち越してさらにもう1点取るっていう、こういったところでね、もったいない状況になるわけよ。でもその後はね、パンパンパンと来て、7回ぐらいもね、3失点っていうところで、ワンアウトからね、あの山崎がフォアボールで出て、このね、竹岡の時に、牽制悪送球、クロールがね、その時も、これ山崎がね、こう、山崎に当たるんだけどね、ヘッドスライディングで行って、で、走り出す前にちゃんと見てんのよ。 ボールの行方であそこだった三塁いけるっていうのを走り出す前に見てそこからもう、うん、見向きもせずに全力疾走して何も確認しないで三塁まで行くわけね、まあ、コーチーは見てるだろうけどねそういったところのこれ判断状況判断ね、Good. でその後竹岡デッドボールで並木がねセーフティスクイズ失敗並木さんピッチャー前いすぎるってあれはでもね山崎ヘッドスライディングでまあ リクエストになったけど、あの、判定がひっくり返るほどの映像がなかったね。で、その後、村上はね、と打った瞬間、パカーンってめっちゃ言おうとしたよ。スリーラー。もう、勝負あるまあ8回裏にもね、この長岡がね、竹岡、頑張ってるけど俺も負けないぜって言ってね、ホームラン。この長岡、竹岡コンビの頑張り、えー、いいね。 うん、こういうのはね、お互いが相乗効果で上がっていってほしいね。でも一発打って、結局8対2っていうね。でも全体的に見ても結局はね、この判断のまずさ、ね、判断の悪さ、ね、全力疾走しない、ね、っていうところが、結果ね、接戦だったのに、終わってみたら8対2になるっていうところの、まあちょっと怠慢だったね。でもヤクルトはね、 しっかりこのコロナのね、多い中でしっかり勝ち越したっていうところは非常に大きかったと思います。結果ね、2勝1敗でヤグルトの勝ち越しでした。ここで、またとんでもないビッグニュースが入ってきました。えー、巨人、新たに選手、コーチ、スタッフ系38名が新型コロナ陽性判定っていうところで、菅野、平内、赤星、大江、井上、周明ー大城、岸田、湯浅、中島、中田翔、岡本、北村、増田陸、丸、 松原、八尾板、富田、伊藤、平間、そして元木コーチ、えー、安倍慎之助コーチ、村田コーチ、横川コーチ、えー、村田義則コーチ、佐根松コーチ、三沢コーチ、判定っていうところで。いやー、もう試合、コロナになったら負けだねっていうぐらいの感じになってきてるで、もう、試合、まあ明日はね、この明日っていうか今日か、 まあ、セリーグ試合いないからあれだけども、できんのかな <laughs> もう、キャッチャー、もう小林だね。いないもんね。小林か、山瀬とかだね。ファーストとか誰も思うんだろうね。これは大変だよ。あともう、こんなこと言ったら怒られるけど、オールスターできんの。一人いんのオールスター <laughs>。その、今日本ハムもね、なってるし、多分マニアはないでしょ。で、 ロッテもね、小野慎吾さんがなって、ひょっとしたらこっからね、もう誰か一人にな、誰か一人が出たらそっから一気に広まってんじゃん。野球界。誰か先行で出るよね。で、その後に一気にバーって広がっていくから、そういった意味では、ロッテもね、今後一気にクラスターとしていっぱい出るかもわかんないし、そうなった時にこれオールスターできんのかなね、どんな感じになるんだろうね。でもまあ皆さんもね、もう本当に気をつけてください。 え、佐々木は、え、来週、え、やっと、え、コロナ感染から3ヶ月経って、OK 出たんでですね、3回目のワクチン接種に行きたいと、え、思います。ね。オールスター休みにワクチン接種打ちたいと思います。早影は。っていうことでね、まあ、こうなってきましたけど、まあ、どうなっていくのはプロ野球っていうね、もう、評論もしづらいね、その、人いなくなったらね、まあ、どうなんでしょうね。ね。ということで、金曜日ね、 セリーグ、もう少しにれこうやっておきましょうか。ヤクルトは広島。広島の皆さん、ヤクルトがね、もう、上がってきてますから、気をつけてくださいよ。ヤクルトの皆さん、カープもね、やっぱこう、秋山相手、こう集中だとか、あるからね。でも結局、坂倉よ。坂倉。気をつけて、行きましょう。中日対巨人。中日の皆さん、もうここはね、叩きのろ巨人もう人いないんだから、もうね、そんな優しいこと言っちゃダメ。ここパンパンパンとね、金、土、日、三連勝する作るなで、行きましょう。 巨人の皆さん、ね、こっから出る若手、ね、チャンス、チャンス、チャンスね、そんなの言ってる場合じゃない、自分のチャンスを掴んでね、チームに貢献して、自分の給料を上げていきましょうね、阪神対 DNA。阪神の皆さん、DNA、ちょっとマキがね、抜けてるって言ってもやっぱり佐野だね、打つわ。インコースも外もね、だからやっぱり佐野ね、要注意していきましょう。DNA 皆さん、結局やっぱりね、阪神はね、 中野島だ。このもどこにやっぱ1,2,3、どう見てもここだ。ね。だから、ここを全力で抑えていきましょう。ね。皆さんも、コロナに関染しないように気をつけてください。ということで、プロ野球も週末楽しんでいきましょう。オールスター前ね。どんな戦いになるのか、果たしてオールストーできるのか。ね。ちょっと甘浴びしましたけど、皆さん、ベースボール楽しんでいきましょう。じゃあ。